ハロー。2022年1月13日。別れた彼女と旅行中なんだがマジで地獄。今ホテルなんだが、一切会話なし。復縁せっせしろ。まあ、無理やな。俺も別にしたくない。彼女が一人で USJ 行った。どういう経緯でそうなったんだ。旅行前に俺が付き合って半年だけど、今後どういう付き合い方したいかって聞いたら、別れたいって言われた。これが旅行2日前の出来事。悲しすぎる。なんでそんなのと旅行行くわけ？もうキャンセル料全額だし、一人で行くのが無理なペアチケットだから二人で行くしかなかった。俺なら潔くキャンセル料払うね。俺もそうしたかったけど彼女がどうしても行きたい言うから。優しすぎるだろ、俺。それ彼女、復縁のワンチャン狙いじゃん。ねえよ。彼女から別れたい言ってきたんだから。それに俺もちょっと別れたいなって思ってたし。潔く元カノに2枚分くれてやればよかったのに。いや、だからそれでもよかったんだけど彼女も相手見つからなかったらしい。旅行に2日前にそんな相手そうそう見つからないだろ。マジで楽しめないわ。お前の気持ちはわかるからさ、最後の思い出くらい無理してでも爽やかに行こうぜ。最悪なまま終わったら悔恨残るぜ。後部外者の俺たちが楽しめる。付き合った経緯と別れた経緯詳しく。付き合った経緯、マチコン。別れた経緯、俺が話があると旅行前に切り出したことが原因。まさか旅行前に別れるとは思わなかった。合計いくらかかったの？一人6万。家にウォーターサーバー3台くらいありそう。わろた。さすがに釣りだろ。ところがどっこい釣りじゃありません。現実。これは現実です。ならばホテルからの景色を映してくれ。信じてないわけではないが確信したい。これでいいか？ 6 万の部屋から見える風景か、これ。全額キャンセルだからって行くようなやつだから別れることになるんだよな。つまり二人ともクソ。人の話聞けや。だから俺は行きたくなかったって言ってんだろカス。おもろ。女側は復縁願ってる確実に。俺童貞だけど。こんなの忘れられない思い出になるじゃん。悪い意味で。元カノが一人 USJ 楽しんでるのにお前は USJ 行かないの？行こうかな、せっかくチケットあるし。一人でユニバイクメンタルまだないんだよな。帰ればいいのになんなのこの猿。帰りの新幹線指定だから帰れねえんだよボケ。なんで別れることになったか分かってきた。うだうだ言ってないでさっさと出かけるなりなんなりすればよいだろ。遊園地行きたくないなら観光でもしてろよ。まあ、そうだな。そろそろユニバイク準備するわ。 USJ 着いたらまた写メ撮ってやるわ。こんな旅行やるやつ勇者だよ。仲直りするサプライズしろ。別れて2日なのに何のサプライズすんだよ。本当はちゃんと自分のこと好きなのか確認したくて別れたいって言っただけなのに、真に受けられて焦ってる。どうしても行きたいはまだ未練があるから。それと延々のつもりもあるだろう。帰ってきたらもう一度場を設けろ。そしてお前から触れ。それ何の意味があるんだよ。ユニバのホテルでぼっちとかつらすぎる。行きたくないってはっきり言わない見えきらなさがダメなんじゃないのか。行ってもしょうがないから俺は行かないって突っぱねればよかったのに。はっきり言ったわ。でも彼女も行きたいって言うからしょうがなく来た感じ。6万をただ捨てるのと、6万で嫌な思いしに行くの、どちらがマシか。マジにこの発想を持ってないのが謎。本当は試してみたくて別れたいって言ったんじゃないの？で後悔しててなんとかしなきゃっていう。マジでこれだわ。バカとしか言いようがない。ユニバ来たぜ。平日でも案外人いるな。今頃元カノ真顔でアトラクション乗ってんのかな？真顔でアトラクションは草。彼女は無視して楽しむんだ。3回くらいニアミスするも無視しそうわら。行動パターン似てないと意外とニアミス専門やで。昇進旅行ならぬ昇進する旅行。彼女は一人で行ってナンパ待ちか、すでに SNS で男見つけてるんだろ。これ。パーク内でナンパ待ちなんか効率悪すぎやろ。一人ユニバタのち。ダッサわら。これは陰の高校生。これは1なのか？そだよ。行ってよかったろ。そうね、強がりでもなんでもなく普通にぼっちでも楽しめるな。別れたいって言われた理由は何だったの？性格が合わなすぎて好きじゃなくなったらしい。正直俺もこいつ全然合わねえって思ってたから結果的には別れて正解だったけど、さすがに旅行はきちい。せっかくだからお互いのダメだった部分を話し合えよ。次に繋がるっしょ。建設的でわろた。いや、俺も30過ぎのおっさんなのよ。
ダメなとこ分かっても直せないとこまで人間が仕上がっちまってるから、その話し合いは無意味やね。30超えてんのに断れなかったんか。彼女はいくつ？30。謎の演劇始まった。熊の耳つけてる女の子に声かけてみて。いや、中学生くらいやぞ。体の関係にはなったんだよな。40回くらいした。そうか、なんか面白い二人だな。元カノは今頃真顔で USJ の飯食ってるのかな？真顔やねえ。カップルを睨んでる元カノの顔が浮かぶわ。彼女とはこの後会う予定あるの？まあ、ホテルの部屋一緒だからね。さすがに周りがカップル、子連ればかりで辛くなってきたかも。そんな空間いたくないな。お互いどういう性格なのか気になる。本当な。相手に合わせようという気がお互いにあれば解決するのに。俺は結構頑張って彼女に合わせてた。ただ、彼女が俺に合わせる節が見えなかった。つか、あれは誰とも合わんよマジで。俺はこの半年本当に結構頑張った。結構限界だったから俺が振る前に振られてよかったよ。ちなみに今まで9人と付き合ってきて、この彼女は7位くらいでした。ちなみに元カノが1位だったからめちゃくちゃ比べちゃったのもあるな。いや聞いてねえよ語るな。マリオエリアタの地位。お前じゃなくてマリオ映せよ。お前は何かのマスコットか？アトラクション乗ったりしてるか？ハリポタ乗ったけどめちゃくちゃ酔った。彼女を探せやれよ、ウォーリーみたいに。彼女見かけた？見かけないね。時間指定パス一緒に撮ってるから見かけるとは思ってたけど全く見かけないわ。通過4回くらい LINE したけど全く出ない。迷子放送で元カノを流してもらえ。わろた。この寒いノリが学生なら許せるけど30過ぎのジジイて、そりゃ振られるのも納得だわな。そもそも自分が別れたいって言ったのに、でも USJ には行きたいって女さんの頭の中ってどうなってんだ？知らん。マジで頭バグってると思う。彼女に電話してみて。もう4回くらいした。全く出ない？時間指定のアトラクションだから絶対会うと思うからなら一緒に行こうと思ったけど、LINE は出ないし見かけもしない。帰ったんじゃね？クソだな。てかお前めっちゃ嫌われてない？移動中なんかした？俺は別にクソじゃねえだろ、何もしてない。ほとんど会話しなかったけど。お前がふてくされてたんじゃねえのか？怪しい。俺もそう思うわ。そっけない感じ出してたんじゃね？最後のデートくらい楽しめ。同じアトラクション乗るためにって未練たらたらやん。だからあらかじめ時間指定のチケット2枚買ってんだよ。言ってること伝わらんか？嫌なのに一緒に乗る意味が理解できんわ。俺らは元カノの代わりかよ。ある程度楽しめたし寒いしホテル戻ろうかな。彼女はどうせ Tinder で別の男見つけてて、そいつとアトラクション楽しんでるよ。真顔で。彼女と合流することになった。やめとけ、攻撃されるぞ。女は芸能人で言うと誰に似てる？イマル。別れるにしても後味悪い感じで終わりたくないなら仲直りはしておけ。まあ、せやな最後くらい優しくしてやるか。俺も大人になるか。修羅場になるのか、仲直りするのか。学生だと思ったら30過ぎなのか。こう見えて年収600万のサラリーマンです。34歳の。彼女と無事合流。彼女真顔だった？これでより戻したら面白いな。今頃元カノは一と喧嘩してるんだろうな。真顔で。合流したけど買い物行くっつってまたどっか行った。なんやねんこいつ、仲直りできねえよこんなん。むしろ俺来てやったんだから優しくしろや。ムカつきたくないけどマジで腹立ってきた。一かわいそす。本心ではそんなこと思ってねえだろ。人の不幸を見ながら食う飯はうまいからな。実は直前にこんなことになっちゃったけどずっと楽しみにしてたとか言ってみて。合流してる時もほぼ会話なし。話しかけんなオーラがすごい。まあ乙女心なんて意味不明だから。彼女も一致も何したいのかわからん。頭悪そうと売り越して弱そう。買い物行くとか言ってすぐ別れた彼女にフライングダイナソーのシングルライナーで遭遇。会いたいのか？会いたくないのか？会いたくはない。ただ最後だから仲良くはしたい。矛盾してるな、仕方ないけど。少なくとも彼女の方に仲良くする気は全くないようだぞ。マジでこいつ。さすがにこいつなさすぎるわ。ホテル戻ったら犯そうかなこいつ。彼女も何考えてんだかわからんな。誘う奴もいないってことで一緒に来たんだから一時休戦して遊べばよいのに。俺がいやいや来たのにその感謝もないマジでカス。今日の態度で過去最低ランクの彼女に昇格しました。おめでとうございます。女なんてよくわからんよ。次の彼女探すの頑張れ。
ある程度 USJ 自体は楽しめたのでお土産買ってホテルに戻る。結局どうなったの？彼女帰ってきた？19時過ぎくらいにホテル戻るってよ。一緒に飯食う約束したけどこれで食ってきたとか勝手に飯会に行ってたらさすがにキレる。もう限界。なるほど、楽しんでるみたいだね。ホテル着いた？もう限界。しょっぽ。こんなクソ酒と魚じゃなくて一人で飲みに行けよ。先に飯食っちまえよ。今日一日何も食ってないからそうしたいがさすがに待つわ。約束したし。真顔で飯食って帰ってくるぞ。ホテルからの夜景。写真から早く帰りたい気配がすごく出てる。彼女は一人で湯に場楽しかったんかな。俺はまあまあ楽しかったけど虚しさもあったな。あとびっくりしたのが結構一人で来てるやついるんだなぁと思った。彼女が外人なのは分かった。風呂から上がって部屋帰ってきたら彼女が寝てた。終わってるなマジで。他人だから客観的に見られるからかもしれんけどクソで笑った。今彼女とたこ焼き食べてきた。相変わらず無言。さすがにもう酔うと思う。このままでいいのかと。さすがに最後くらい普通にして終わりたい。じゃあ書き込んでないでさっさと言えよ。うじうじしすぎ。このままでいいのかって最強に未練がましいセリフ。別れたんだろ。なんでまだ彼女って言ってるんだ。ホテル帰ってきた。少しは会話できるようになった。はぁ、なんで俺がこんな気使わないといけないんだ。お前が素直にキャンセルしなかったからだよ。別れてるから普通に会話する必要なくね。勝手に気使って勝手に疲れてるだけじゃん。復縁迫ってきっぱり振られてこいや。めめしいにも程がある。他人の俺が掲示板で見かけただけでイライラするんだから彼女はよっぽどイライラしてたんだろうな。寝る前に話し合いました。明日は最後だから普通に接しようと言いました。彼女は分かったと言った後、明日は別行動しようって言いました。こいつ何も分かってねえ。何がしたいのこのおっさん。なんだこのスレ面白すぎる。最後だから払わっていろいろ話したけどやっぱ別れて正解だった。根本的なことが合わなすぎる。理想の合う頻度。俺、週1。彼女、月1。連絡頻度。俺、毎日は週に5回くらい。彼女、別に用事がなければしない。連絡頻度。めめしくてわろた。早く解放してほしい。彼女のいびきがうるさくて眠れない。最低最悪の旅行だな。まあどっちもどっち。似た者同士っすね。今回は元カノと旅行実況スレを紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。